開業を、まあ、した時にこういろんなことをこう、まあ、もちろん考えて開業したわけですけども、その時に常に思ってたのは2つありまして、1つは、お客さんに対しては、まあ、お客さんのためにどうしたらお客さんに喜んでもらえるかということですね。まあ、今、まあ、言葉で言えば顧客第一主義ということで、まあ、私どもの、会社の方では一つの、まあ、目標を掲げてますけども、それが一つと、それからもう一つはもうその当時、まあ、もう大きな事務所がいくつもありましたので、もうこの業界の中で、大きな目標で大きな事務所にしようというのはとても自信がなかったものですから、まあ、少なくともこの業界で、まあ、私が後輩を育てようと、うちの事務所で何人かを独立させようと、資格を取ってこの開業する人たちを一人でも多く、そういう人を育てていこうということを、ね、この2つを目標にしてやってきましたね。お客さんのニーズに合わせてこう仕事をやってきただけなので、最初から今日みたいに、サービスをやって会社を大きくしようとかってそういうのも全くなくて、登記事務所としてお客さんのためにどうしたら喜んでもらえるかなということをですね、やってきて、もう社風は本当にすごい自然体で、まあ、ほとんど社風としてはもう自然体で、まあ、フレンドリーな会社ですよね。それと、まあ、もう徹底してその、まあ、本当にお客さんを大事にしているというか、誠実に対応してさせてもらっていると思います。だから今もうほとんどクレームで今ずっと続いているというのはもうほとんどないと思いますね。本当に珍しい会社ですね。だから、まあ、その分、まあ、あんまりそのなんていうかな、厳しいことをやってないということにも当たるのかもしれませんけど、まあ、そういうことではなくて、まあ、やっぱり本当に、利益追求じゃなくて、まあ、ある程度のこうところで誠意を持って対応するっていうんでしょうかね、まあ、その辺は結構徹底されてるんじゃないかと思いますね。